北垣亮介です。今日の特集は人気の手芸レジンクラフトです。特殊な光で固まる樹脂を使い透明感のあるアクセサリーを手軽に作れるレジンクラフト、今回は一歩進んで色付けに挑戦します。はい、さらにおしゃれな仕上がりになります。今取り出したらなんか目玉焼きみたいなものでしたけれど、はい、まあ、樹脂に色付けてまたさらにおしゃれになるらしいんですが、今野アナは今回卵料理のアクセサリーを作ったそうなんですね。つけるのここにまだ写真ですか。特集は好きなものを固めて閉じ込めるレジンクラフトです。担当は今野アナウンサーです。はい、よろしくお願いします。こちら私先週作ってまいりましたレジンクラフトのキーホルダーです。かわいい、初めて作ったんですね。初めて作りました。こう樹脂で固めるとちょっと手作りとは思えない本格的な感じがしますね。好きなものを集めたんですね。そうです、甘いものとお花とお団子とクマさんとそうです。今回この透明なレジンに色をつけてきました。とてもカラフルな作品で楽しくできます。とても簡単です。今回はレジンクラフトを大特集。誰でも簡単に透明感あふれるアクセサリーを作れるということで、近年雑誌やインターネットのブログなどで話題に。樹脂の液体を流し光で固めてできる簡単クラフト、今回はその魅力に迫ります。こちらが前回紺野アナが作ったレジンクラフト。すごい、キャーできました。できましたね。フィルムもどうですか、綺麗に。ちゃんとフィルムが中に入ってます。エルフォームプラス、カルボナーラス、はい。詳しくはお知らせの後、簡単にできますよ。この棚にあるものすべてレジンクラフト。簡単に作れ、透明感のあるアクセサリーができるということで、女性に大人気なんです。趣味の枠を超え、レジンクラフトの作家としてデビューしてしまう人も。こちらは作家のワイルドブーさんの作品。自作の切り絵なども枠に入れて固めることができるんです。完成度高いですよね。さらにこちらはモグズカフェさん。可愛らしいクマなどのキャラクターが人気を呼んでいるんです。まるで本物のようなパフェも作れちゃうんですね。今回訪れたのはビーズママデコレジーナレジンクラフト教室。レジンクラフトの草分けで10年前から教室を開催。今やキャンセル待ちが出るほど人気なんです。レジンクラフトの魅力とは？ドリルレジンだとすぐ簡単にできるので楽しかったですし、中のこう作品に入ってるのもちょっと透明な作家様だったりするのですごくワクワクしました。透明感がやっぱりあるものが自分で作れる、お店で売ってるような硬くてキラキラしたものを作れるっていうところはすごい魅力だと思います。前回はレジンクラフトの基本、フレームに粘土を入れてキーホルダーを作りました。レジン液でベースを作り粘土を配置していきます。これを UV ランプに入れ固めることで簡単にできるんです。ポイントはこの UV レジン液という樹脂でできたもの。紫外線を当てるとおよそ2分ほどで固まる趣味工芸用のための液体なんです。このようにレジン液は透明なんですが、綺麗に色がついている作品もあります。一体どうやってつけるのでしょう。ということで今回は色に注目してレジンクラフト作り。教えてくれるのは田中克美先生。今回作るのはこの目玉焼き、鮮やかな色合いですが、白身なんですけれども、はい、こちら透明顔料というものを使います。はい、で白い色をこう着色していくんです。そうですね、はい、そうレジン液に直接
接着色するんです。こちらは透明顔料というもので、さまざまな色があります。透明顔料って名前で白になるんですね。そうなんです。あの透明顔料でないと UV、 あの紫外線を通さないので、必ずこちらじゃないと。まずはレジン液をクリアファイルの上に出し、透明顔料を混ぜていきます。今は形を気にせずに、はい、気にせずに着色しているので、レジンに白い色をつけていくという形ですね。色をつけ終えたら、シリコンマットなどを剥がせるものの上に移し、形を整えます。さらに黄身に使うのはこの樹脂粘土。黄色い絵の具で色付けして本物そっくりに作ります。そして白身の上にのせ、レジン液をかけたら UV ランプへ。なんか焼き上がりを待ってるみたいで。そうですね、面白いですね。見えます、見ながらね。ちょっとこれ着色をしてますので、1回かけてですね、もう1回、全部で2分を2回、4分ぐらいかけて着色すると、ちょっと時間がかかる、ね、やっぱり透明ではないので。出来上がりはどうでしょう。あ、綺麗にできてます。よかった。綺麗、ツヤツヤですね。そうですね。完成したのがこちら。光沢があり、綺麗な目玉焼きができましたね。今回はさらに光ると綺麗なレジンクラフトを作ります。あ、持ってみてください。これはさっきよりもうちょっと光ります。すごいですね、はい、蓄光剤っていうものが入ってます。綺麗、はい、消しても綺麗なんですね。作るのはこちらのグラデーションが鮮やかなキーホルダー。暗闇に置くとこんなに光るんです。使っているのはご覧の蓄光剤。こちらも様々な色があるので、好きなものを選べます。先ほどと同様に蓄光剤をレジン液に混ぜるだけ。たったこれだけで光るアクセサリーを作れるんです。使うのはこの金属フレーム。色がついてるんですけれども、両端にブルーと真ん中に紫があります。で、先ほどあの透明顔料とかいろいろ粉のものやってきましたけど、今回はこちらのデコレジーナのクリアタイプです。液体顔料ですね、はい、今度はこちらの液体顔料を使用。液体顔料を一粒出していきます。それを竹串の先につけ、ちょんと落としないと、これで、そうですね、これでちょん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 と、そのまま竹串のままいってみて、そうすると紫がちょっと広がってくる。なので大変少量でかなり色が出るので、液体がね、あまり入れすぎると濃くなって紫外線が届かないので固まらないってこともできますので、薄めから作っていきます。液体顔料を伸ばしていきます。すごいこう幻想的な感じになってきました、ね、このにじみ方を利用するんですね。そうですね、これでグラデーション。実はこの中に入っているパーツにも工夫があるんです。一体何でしょう。で、中にあの歯車みたいなのがね入ってますけど、ちっちゃい、これ何だと思いますか。これはどこに、どこから出ましょう。これは時計のパーツですね。実際の時計をばらして、細かく中から取り出したものです。こう見ると可愛い。可愛いですよね。なんかこう思い出の時計とか、まあ、体も難しいですけど、ね、何か残したい時も、ね、思い出の一品になるかもしれません。例えばこのようにお子さんの写真を入れたりもできるんです。フィルムを入れ、UV ラップで固めて完成。ちょっと押してて
ましたね。フィルムもどうですか、綺麗に。ちゃんとフィルムの中に入ってます。エルフォーユープラスカルボナーラスですか。はい、綺麗。いやー、ほんと、あっ、カルボナーラス特に、ね、クッキーが出ますね。自分の好きなものを入れられるレジンクラフト、皆さんもお試しあれ。これ、ね、いろんな材料があるんですね。光ったりするもの。そうですね、ベースはそのレジン液なんですが、そこに着色したり蓄光剤を入れたりして作ってきたのがこちらです。はい、実はこの目玉焼き、はい、教室で人気ナンバーワンだということなんですね。簡単ですし、こうツルツルしていて可愛いですよね。質感も似てますね。いい感じですね。そうなんですね。そしてスタジオにはあの、はい、作家の皆さんが作ってくださったレジンのアクセサリーを持ってきました。はい、綺麗だよね。本当に細かいですね。これだから、はい、これをこうなんか縦串で伸ばして、また細かく伸ばして丸模様にしてるってことですね。これまだアクセサリーのこのなっていく、例えばネックレスであったり、こう携帯のケースにつけたりしても可愛いですよね。これなんか例えばペンダントヘッドみたいな形になってるので、ぜひ皆さん挑戦してみてください。はい、いろんな組み合わせが可能ですもんね。はい、こんな感じでした。ありがとうございました。はい。